沖縄県平和記念資料館。沖縄県立平和記念資料館は2000年4月に、糸満市の沖縄戦績国定公園の平和記念公園内に開設された博物館。1963年、沖縄戦資料館設置規制会結成され、1971年2月、沖縄戦資料館設置規制会、沖縄戦資料館の設置主意書発表し、 1971年6月、沖縄戦資料館設置規制会が沖縄戦資料展を開催。1974年3月、沖縄県立平和記念資料館を竣工し、1974年6月13日に沖縄県立平和記念資料館設置条例が制定され、1975年6月11日、沖縄国際海洋博覧会開催に合わせて、 前身である沖縄県立資料館が開館した。資料館設立の直接の動機は、当時佐藤内閣の復帰問題対策担当大臣山中貞則総務長官、後の初代沖縄開発庁長官の意向であったと言う。その後、沖縄県は県立平和記念資料館運営協議会設置要項を制定し、1976年6月、 学識経験者と県の関係機関職員からなる運営協議会委員長中山義彦が発足し展示内容を見直し1978年10月展示内容のリニューアルをオープンされた1991年大田正秀県知事時代に平和記念公園整備の一環で沖縄県立平和記念資料館改築沖縄戦犠牲者平和の壁現 平和の石建設等基本構想検討懇話会が発足。1996年移転改築事業で沖縄県平和記念資料館移築が決定し、展示設計プロポーザル協議により設計志向、有限会社、チームドリーム、設計者の村工芸者が選定。1999年6月に竣工され、予算74億円を投じて、 工事は開始。2000年3月15日に旧資料館は閉館され、同年3月29日に開館記念式典を行われ、4月1日に一般公開を開始した。建築物は平和の石の平和の日を中心に、同心円状に配置され、軸線等を一体的に空間構成する手法が採用され、また規模の壮大さを出さないようにできるだけ。 低層設計でセットバックさせて沖縄の伝統的な民家集落のような小さな赤瓦屋根の集まりがを感じさせるような設計が施されている。開館当時は安国神社法送会の支部である沖縄県戦没者慰霊法送会が開館させたので優秀館のように宮廷国陸軍の牛島光中将の家や時世の歌などが続き日照期や 拳銃や銃剣等の武器類、鉄兜や水筒や薬品瓶といった軍用品等遺品の宝物館と変わらなかった。これについて遺骨収集と時に発見された遺品を法散会に寄贈したものを展示したに過ぎるので沖縄戦の伝承について基本構想や理念は何もなかった。このことを契機に沖縄戦の研究者たちは沖縄戦を考える会準備会を結成し、 1975年6月20日付で、やら長病知事と沖縄県会に対し展示内容の問題点を指摘し、展示改善を求める意見書を提出した。1978年10月、リニューアル開館され、開館当時から180度違う沖縄の反戦平和運動の主張である沖縄戦で、宮廷国陸軍による県民虐殺の内容などが盛り込まれるようになった。 また特徴として沖縄戦は激しい地上戦で文書の記録が残っていなかったので当時の住民の証言を多角的に集めたものを展示に反映している所有者である沖縄県が平和記念資料館監修委員会を設立してその会合で展示内容の内容を決めている大まかな展示項目は沖縄戦を住民目線から捉え 米軍占領下の沖縄住民、アジア、太平洋の中の沖縄、基地の重圧と、住民、燃え上がる復帰運動、復帰した基地沖縄、21世紀の平和創造と、沖縄と定められている。この展示内容が、大田県政時代に進められたものだったので、大田が執筆した、鉄の暴風雨の中で取り上げられている話が、平和記念資料館監修委員会によって盛り込まれて、 おり、また、監修委員会のメンバー13人の中で、反米軍基地運動の言っている一坪ぼ半戦地主が、琉球大学教授の宮城悦次郎、沖縄国際大学教授の石原正恵、財団法人雇用開発推進機構調査、研究部長の宮城、旧姓、内海、恵美子、沖縄大学講師、御嶽研究者の朝と英子が、メンバーに連ねていた。 その内容が、開館直前時、稲峰恵一知事時代であったので、監修委員会の議題にかけず、県庁の文化国際局に展示内容の変更を指示し、変更案では、従軍慰安婦の慰安所の場所を示した、慰安所マップの展示しない方向や、皇室、国体に対する観念が徹底しておらずなどとする、日本軍の対沖縄人間も、削除対象方針であった。また、 沖縄戦の特徴を示す、ステイシー作戦を、時給戦に変え、根こそぎ動員を、県民の動員、15年戦争を、アジア、太平洋戦争に、表現の変更し、合模型の場面を説明する、幼児の口封じを命じる兵士、生産狩仮による、自決強要の表題も、書き換えると大幅な内容変更した。 しかし、この文書が1999年8月11日、沖縄地元紙の記事に掲載されたため、資料館監修委員会のメンバーや、日本共産党系、沖縄教職委員会、自治労系、沖縄平和運動センター等の団体から、猛攻撃に行った。結果同年8月27日に監修委員会は、展示内容を元に戻すことを、県は了承した。また、 県内の左翼勢力からの攻撃に対し、新しい歴史教科書を作る会が祖国を守るために、多くの兵士が命を捧げ事実を、展示要求の申し入れもしている。しかし、展示内容の変更については、監修委員会が主張していた内容へ戻さざるを得なかった。後に、元神奈川県鎌倉市議会議員の伊藤玲子が、稲峰にインタビューを行い、 著作にて沖縄の反戦平和運動を批判した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。